こんにちは。今日は尖閣諸島で起こった驚きのニュースをお届けします。なんと、メキシコから来た40代の男性がカヌーで漂流し、この遠く離れた島に上陸しました。この大胆不敵な旅の背後には一体何があるのでしょうか？この動画でその全貌を解き明かしていきますので、最後まで見逃さないでくださいね。中国海警局の動きを封じた海上保安庁はさすがです。中国も自分の領土とは思っていないのでしょう。本来ならフィリピン以上に突っ込んでくるでしょうからね。今年の日本では最大で9連休という大型のお盆休みという方も多かったのではないかと思われるが、その最中の2024年8月16日、尖閣諸島の一島であるお釣り島において一風変わった海難救助の実施が海上保安庁から報告された。この尖閣諸島の魚釣り島における海難救助の案件とは、2024年8月16日にメキシコ人の40代男性1人がカヌーに乗って道東の東側の海岸に漂着、周辺の海域で哨戒活動を行っていた海上保安庁の第11管区の石垣海上保安部によって救助が実施されたというものだ。この魚釣り島にカヌーを用いて上陸したメキシコ人の40代男性1人を発見したのは、哨戒任務に当たった海上保安庁の巡視船であったが、その救助には回転翼機が投入され、無事当該の人物を保護、救助したとされる。当該のメキシコ人の40代男性は、この海難救助案件が正規する前に、日本の最先端の島である与那国島に宿泊をしていたことが確認されており、そこで台湾へと渡りたいとの自らの考えを周囲に話していたとされている。このメキシコ人の40代男性は、2024年8月14日以後に、所在が不明となっていて、滞在先であった与那国島の宿泊施設からは、同施設が所有していたカヌーが一艘なくなっていたことが確認されており、これを使用して、道東から台湾への渡航を目指したとめされている。メキシコ人の40代男性の滞在先であった与那国島の宿泊施設は、所有していたカヌーが一艘なくなっていたことに関して、警察等への盗難届等の対応は行っていなかった模様だが、状況から見てこれが使用されたことは、まず間違いなさそうだ。尖閣諸島の魚釣り島で発見された当該のメキシコ人の40代男性が使用したカヌー一艘には、数日間の航海に備えるべく、飲料水と食料等が積み込まれていたとされ、その状態で、与那国島から台湾へと航行しようと試みたとみられる。沖縄県の与那国島から台湾までの距離はおよそ 110km ほどではあるものの、この付近の海をよく知る関係者からすれば、当該のカヌーで渡航しようとする試みはかなりリスキーであり、非常に困難な挑戦だと言わざるを得ないようだ。ちなみに、与那国島から尖閣諸島までは、台湾までよりも遠いおよそ 150km ほどの距離があるのだが、潮流に流されて意図せずに、このメキシコ人の40代男性ハウを釣り島へと漂着してしまったものと考えられている。尖閣諸島の周辺海域といえば、近年は、富に、中国側の進出が著しい場所であり、中国側は、自国領だと、一方的に主張を行うことと並行して、公船である中国海警備局の船舶の侵入を半ば常態化させており、日本の懸案事項となっていることは周知の事実だ。したがって、今回、海上保安庁の第11管区の石垣海上保安部によって海難救助されたメキシコ人の40代男性には、何らかの、そうした日本と中国とに対し影響を及ぼさんとする、政治的な意図が存在したか否かが注目されている。しかし、このメキシコ人の40代男性は、尖閣諸島の魚釣り島に漂着した後、自ら、同海域の哨戒活動を行っていた海上保安庁の第11管区の石垣海上保安部側の船舶に、自身の救助を促すアピールを行ったとされ、そうした政治的な背景は今のところ確認されていない。日本側の大方の解釈は、今回のメキシコ人の40代男性が、尖閣諸島の魚釣り島に上陸することとなった理由は、無謀にも台湾を目指して、与那国島から、カヌー一艘で渡航を起きとしたものの、潮流に流され、
あえなく漂着を余儀なくされたものと解釈されている。海上保安庁は、今回、尖閣諸島の魚釣島において海難救難活動を行い保護した当該のメキシコ人の40代男性について、日本の国内法に照らして出国管理法に違反した行為だと判断し、救助日から3日後の2024年8月19日に、同容疑で書類送検を実施した。当該のメキシコ人の40代男性が、与那国島から台湾へと渡航すべく、カヌー1艘で道東を出港、結果的に、その目的は果たせず、同じ日本の尖閣諸島ハウオ釣島に漂着したにせよ、その行為は、日本の国内法に照らし、不法な出国を企てたことになる。今回のこの当該のメキシコ人の40代男性が、尖閣諸島ハウオ釣島に漂着したことに対し、発見し、海難救助に回転翼機を用いて迅速に行った海上保安庁の対処、その後の出国管理法に違反した容疑での書類送検の実施に関しては、おおむね、日本国内の反応は利なかったものと評価する声が多いようだ。海上保安庁の今回の対応を評価する声が多い理由としては、前述したように、尖閣諸島については、中国側も自国の領土であると強硬に主張しているにもかかわらず、その介入を許さずに、日本側が自国の国内法で迅速に対処した点にあると思われる。こうした海上保安庁の迅速な対応よって、尖閣諸島を実効支配しているのは紛れもなく、日本側であるとのアピールを周辺国、ひいては世界各国に向けて強力にアピールできたと思われ、その意義を評価するという考えからであろう。その一方で、今回の海上保安庁の対応を手放しでは喜べないと解釈する人々も存在するようで、そうした意見の核となっていると思われるのは、当該のメキシコ人の40代男性を海難救助した手法が回転翼機を使用した点を疑問視しているようだ。いわく、今回の当該のメキシコ人の40代男性の救助は、回転翼機ではなく、海上保安庁の巡視船から降ろした小型艇を魚釣島に、当人の行為と同様に上陸させる手法を採用すべきであったという、指摘が主張の中心だと感じられる。個人的には、当該のメキシコ人の40代男性の救助を、海上保安庁側が実際に行った回転翼機と、そうではなく、巡視船から降ろした小型艇で行うことに、意義の違いを見出すという考え方は、正直、どこに相違があるのかがピンとこない。海上保安庁側も、今回の回転翼機を使用した海難救助の手法については、事後に、その事態を素早く解決する上では、最も有効なものであったと考えているようであり、個人的にも、その考え方に同意する部分の方が大きい。当該のメキシコ人の40代男性の救助は、海上保安庁の巡視船から降ろした小型艇を魚釣島に上陸させるべきであったとの考えの根底には、日本が尖閣諸島を実効支配していることの強力な防衛を足り得るとの考えが横たわっているようだ。しかし、仮に、そうした手段を海上保安庁が適用し、当該のメキシコ人の40代男性の救助に時間を要するような事態となれば、逆に、中国海警局の船舶が妨害行為に及ぶ可能性もあったのではないかと、個人的には思えてならない。そして、最悪の場合、日本の海上保安庁が、先に、当該のメキシコ人の40代男性の救助を実行できず、逆に、中国海警局側が当人を拘束するという事態に発展したかもしれず、そうなっていれば、この問題は、非常に、大きな日中問題へとつながった恐れも多分にあるだろう。昨今の中国は、南シナ海においては、フィリピンと公船同士を衝突させる事態にまで、自らの領土、領海だと主張する場所における実力行使をエスカレートさせており、そうした展開が、いつ尖閣諸島で生起しても、何ら不思議ではないと思われる。少なくとも、今回の海上保安庁の当該のメキシコ人の40代男性の救助は、回転機を用いたことで迅速に対処できたことは間違いなく、中国海警局の船舶との間で、
直接的な衝突を避けながら事態を解決したことは評価されるべきではなかろうか。今回の件とは全くの別件ではあるが、期せずして当該のメキシコ人の40代男性の書類送検が行われた2024年8月19日には、NHK ラジオ国際放送のニュースにおいて、中国籍を持つスタッフ1名から、尖閣諸島は中国領土との主張がオンエアされた。この不適切な放送について、当の NHK もすぐに謝罪を行い、本件の関連団体へ厳重なる抗議を実施し、当該スタッフの契約は解除され、さらに、当該スタッフへは、刑事告訴と損害賠償の請求も行う方針だと報じられている。今後も、中国側によるあの手この手の出の尖閣諸島に関する工作が収まるとは考えにくく、いざこれが発生してしまった場合に、どのように毅然とした態度を日本政府が取れるのかが、今後も大きな課題となるだろう。尖閣諸島の魚釣島で、メキシコ人の40代男性がカヌーで漂着し、海上保安庁に救助されました。この男性は、与那国島に滞在後、台湾を目指して、カヌーでの危険な渡航を試みたとされ、最終的には、潮流に流されて尖閣諸島に漂着しました。事件に政治的な意図はないと見られていますが、この地域は、中国が領有権を主張しており、領土問題に敏感な場所です。救助された男性は、日本の国内法に違反していたため、後に書類送検されました。この事件は、日本の迅速な対応が、中国による介入を防ぎ、実効支配を、確固たるものにしたことを示しています。